やっぱ金龍食べた次の日ってムクムクになるよね。なる。なんかもう声もおかしいし。じゃあ8時過ぎ朝食行ってきます。もんちゃんが間違って下を押した。私は出て方向間違えるし、もんちゃん下を押すし、今日は何か波乱な日な気がします。オムレツがスクランブルに変わりました。すごい、見て、本当サスペンで美味しそう。美味しそうだね。これ本気の何だったっけ、わかんないけど、大根柚子になって。もいっぱい取りました。朝食第2弾、うん、ラインナップはこちらです。私はだいぶ、ね、ボリュームダウンしましたよ。、はい、あ、本当だ。あのパンの気分じゃないから今日は全部ご飯、はい、カレーに。こんな感じで、はい、今日は後ろが絶景。いただきます、はい、いただきます。ミートソースが一番楽しみ。うん、おいしい。おいしい。うん、やっぱ朝食これ最高だよね、うん、ここの売りといっても過言ではないかもしれない、うん、種類が豊富、うん、美味しい。昨日のマロンパイの上あごまだ痛い。美味しそう。うどん美味しいよ。うん、うん、あー最高じゃん。うん、あ、なんかカレー結構独特で美味しいよ。神戸牛すじカレーでも、うん、数々のホテルバイキングカレー食べてきたけど、唯一無二なんだな。カレーで唯一無二ってどんな。カレー食べるでしょ。食べたい、うん、美味しい。唯一無二でしょ。いや、普通じゃない。食べたことある味するもん。実は今日この後ね、お迎えなんだけど、うん、なんとそのうちの一人の参加者、うん、東京から来てるんだけど、うん、なんと同じホテルに泊まっております。なんか朝食会場で会うかもねって話してたんだけど、うん、いないね。多分いなさそう。フランクも美味しいね。ね、うんちゃん相当そのフランク好きだったんだから、うん、目玉焼きとかベーコン食べる？うん。ハンバーグする？うん。こんな大きなベーコン。ちっちゃいのに。ハンバーグする。これ食べていいよ。うん。ふたぴちゃん食べたな、ベーコン。ね。食べたい？いいよ、食べる。いらない？うん。ゆい特製スモークサーモンローストビーフ丼。めちゃくちゃ美味しそう。これもいる。何が？兄さんが。ん？嘘。あ、これか。圧がすごい。なんかさ、こうやってやるとさ、面白い？いいえ。あ、やだ、ホラー映像。やだやだ。全部見える。ミニョンの G まで見えるし、ジェットコースターも全部見えるし、うん、あ、落ちた落ちた、ダイナソーが落ちた。そんなのも見えるの？見える見える。あ、ハリーポッターは見えないか。これはね、わしゃがないように持ってきたんだよね、双眼鏡。最高級の双眼鏡。あ、すごいユニバーサル見えるわ。だってな、あの今からね、
ホテルマイステイルズグループのいらなくなったものが、うん、チャリティーマーケットで出るんだって、うん、それがなんと今日なの、うん、で10時からで今57分なの、うん、目利きするから油絵とかねいっぱい出て配送できるからすごいね川崎に油絵だから OK、はあ、3階宴会場こちらがチャリティーマーケットで、うんまあ、こういう風に出品リストがあって欲しいものがあったら数を書くみたいな感じで、うんうんうん、これがなんかシール貼って中に入ると、うん、中の写真撮影動画撮影 OK です、うん、すごくない？本当にたまたま今日だよ、ね、本当に東京と大阪でアートホテルの荒川とここしかやらなくて、うん、その日に当たったというこの時、はい、このために来る人いるんだってすごい入りますあ、売れちゃったのかな非常ランプみたいななんか書いてるへぇすごいどうやって見るんだろう何円なのそもそもえこういうのは貼ってあるけどこれは貼ってないねこれキャンプに使うもんじゃんまあいろいろ見てみようすぐなくなっちゃうからそうそう4000点あ見て見てほら入るのホテルああ、じゃあ見に行っていい？これタオルかけるやつじゃん。あ2000円だ。へえ。あこれも2000円だ。へえ。ここ全部1000円なんだけど、これでほらお茶の湯飲み。めっちゃ面白い。あこれ絵じゃん。あそうそう。金魚鉢。これ1000円だって。可愛い。ここ1000円。うわ、めっちゃお皿いっぱい超綺麗え、お皿綺麗面白いこれ何わかんないけど、座布団ケースかなベッドにかかってるやつかなと思ってあ、これいいじゃん、見てこれあ、すごいこのキャンドルこのホテルのこれいくらなんだろう38番だあ、こうやって見るんだあ、値段がこっちに書いてあるのあ、38待ってねあ、難しいなあこれだ。あ、1000円だ。1000円？うん、これ1000円だ。いいよね、でも。うん、いいね、いいね。なんか音楽の流れが。なんか聞きやすくないけど。うん。あ、いいじゃん。和食器。ちょっと、もんちゃん、あれ、星の砂で。マジこれ、これ100円なの？あ、マジこれ買うかもしれない。え、100円なの？え、そうだよ。ここ100円なの。え、マジでこれ100円なの？めっちゃうまい、まあ、もちろん送るんだけど、まあ、めっちゃ使ってる感はあるけどねでも逆にスナックっぽくない、うんうん、あこっちの大きさがこれ上にさ100円なのえこれ星の砂用に買っちゃおうかなここ100円だよ全部えちょっとどうしよう興奮が止まらないやばなんかね逆にね使い込んでる感じが私はいいと思う、うん、これどうしようこれ送るかなヤマトって重さ関係ないよねサイズだよねまあ30キロぐらいまで一緒、ね、あ、50円もあるよゆいさんちょっと待ってどこそんな大きくなくていいんだったらどれあ、もーちゃん50円でいいやでもこれあれだどっちかというとお盆え、でもこれ50円でいいでしょあ、そあこれ50円でいいのえ、車で来てたらこんなのめっちゃ買ったけどな面白いね50円で面白いいよいやいい食器がいっぱいえこれ亀の湯ホテルのここで使われてたこたつ3000円だって亀の湯ホテルもこのグループなんだそうそうあのマイステイルズで3000円3000円こう見てくださいこちら全部3000円ですへえこんなのめちゃくちゃいいじゃんすごいね安っとこのカーペット500円ですね500円うんえしかもこれ見てあそこの温泉で使われてるやつ空庭温泉温泉の中古え 200×えこれ500円なのマジでニトリだねニトリニトリへえあ本当ですか、うん、ニトリを使われてるんですねこれはあの鉄だねちゃんとすき焼きとか、うん、
鋳物っていうのかな、なんかこうちゃんと鉄鍋っぽい。かなり使い込んでますね。500円だよこれ、うん、これで何回もすき焼きをしたんだろうね。フグ、フグの大きいバージョン。いや、フグのもう2倍ぐらいの大きさ。でもね、なんか何十円もあるって見たんだけど、今日はないのかな。あ、こういうのいいね、こういうの。え、いいね。キャンプとかでさ、使えるものないかな。いいね、これ。これ近火じゃん。ちっちゃいバージョンみたいな。あれだよ、だからあの固形燃料でさ、うんうん、やったんだろうね。いい。バックボーンが分かるのがいいよ。なんかなんかしたんだろうなっていう。あれ、これ鍋じゃん。すごいね。取っ手が外せる鍋。あ、ティファールだよ。あ、ティファール。え、ティファール500円なんだけど。ティファール500円なの。マジフリマ。マジ面白い。しかもこれがさ、ちゃんとマイステイズの、マイステイズね、の、 あの売り上げになるんじゃなくて、うん、その団体に行くの、施設の。あ、そうなんだ。だからチャリティーなわけよ。へえ。あ、ここ300円だよ。ね。うわ、皿の数。すんごいね、いっぱい。これさ、空庭温泉ってさ、うん、こたつでご飯食べれるらしいんだけど。そうなんだ。そのこたつじゃない？あ、もういらないんだ。あ、なるほどね。うちこたつ欲しいあるある。これいくらする？297。あ、4000なんですね。あ、4000円だそうです。完売しちゃった。完売。あ、でもちゃんとあのあれがしてあるから。なんで自転車、ね、ちょっと絵見たいんだけど。絵、なんか目利きし、モナリザ、モナリザ5000円。5000円。お盆？お盆。お盆っていうか、だから映えお盆。わっぱなんだ。そうそう、曲げわっぱなんだ。そうそうそう。お茶っ葉直接入れるやつ。そう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 。いいよね、でも。これは固形燃料で温めるやつだ。こちらのお皿は、ミカサって書いてあるんだけど、これが1000円。そういうのはなんていうところなの？これはね、日光コンパニージャパン。わかんないね。これビュッフェでよくあるやつだよ。ね、100円だよ。しかもちゃんとね、めちゃくちゃ重い陶器。プラがないんだ。すんごい重い。プラが多いけどね。何？メイク落としもんちゃんこれ。でかくない？牛乳パックみたいな。これ42だから2000円。あ、結構。まあ、そりゃそうだよね。この量だもんね。なぜか囲碁もある。これで2万ってことは相当いいやつなのかな。うん、そうだろうね。マックスレイっていうのかな。いいよライト。あ、すごそう、すごそう。これサザエの形のやつだ。これめちゃくちゃ良くない？いいね。なんか味があるじゃんこれ。これ良くない？300円。こちらのバスタール干しがもうあとこれだけです。少なくなったね。飛ぶように売れております。ここで梱包して、うん、お会計は手でも直接やるって感じ。うーん、いい経験になった。面白かったね。やっぱしね、私たち10時に入ったつもりなんだけど、もう中に入ってたんだきっとね。だからお会計で見たものが私たち見たことないものだった。早くから空いてたっぽいね。もうちょっと早く行った。朝食終わったら直接行っちゃえばよかったね。まあでもいい経験だった。買うのはねなかったんだけど、まあ東京でやってたらまた話は違ってたかな。今日のオフ会の参加者の方に私たちの大好きなこのホーニーズの飴をね、配ろうと思いまして、今数を分けてね、こちらの OPP に入れて、最後にこの油井シールを貼るために、もんちゃんが今仕分けをしております。
さ、みんなさ、オフ会にさ、こういう配るの持ってきてくれるじゃん。そう、なんか肝心の私たち何も手ぶらだから、ね、そうそう、もらってさ、ばっかになっちゃうから。なんかね、参加してくれる人がね、こぞってみんなね、うん、今日の参加人数聞いてくるの。そうなのよ、何人ですか、そして子供は何人いますかって、ものすごいさ、スパイのように私たちに聞いてくるの、情報を。これ、ただごとじゃないなと思って。もう真似してやってんの。そうそう、パーティー会場みたくなりそうだからさ。そうで、これだけじゃなくて、これね、これ昨日買ったマリオの土管のやつなんだけど、これ中身が全部クランチチョコでね、うん、アソートクランチ。で、ちょっと私だけじゃ食べきれないことが予想されるから、これはもう開けちゃって、この土管のまま持ってってね、皆様一個ずつどうぞみたいな感じで配ろうと思って、これ持ってきます。え、すごいシールで止まってる、なんかその。ジャギン。ほら、こうやってもらったら嬉しいんじゃない？かわいい。お子様もね、あの、二人来るから。はい、どうぞ、1個ずつ取ってください、みたいな感じで。フランチチョコなのね。そうそう、ああ、そう、あげます。かわいい。はい。みんなを見習って。私たちも。どうやって貼る？正面に、斜めに、ドーン、みたいな。え、なんか反対側のこうかな、うん、そう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 、ダーン見して、え、いいじゃん、ユイセット、レアだよ、このポニーズの飴セット。緑が真ん中の方が可愛かったね、やっぱりミスター。オッケー、ユイ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 、めちゃくちゃ晴れてきたんだけど、すごい綺麗、この青空、あー、いい天気、そろそろ出かけよう。お、うわわわわわわ、うわ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 、面白いよ、もんちゃんこれ。え、もんちゃんこれ、ジンベエザメをさ、一緒にやりたかったね。化粧しちゃったよ。ほら。一緒に並んで写真撮りたかった。しくじった。どう、もんちゃん。ぴったし腫れてる。怖っ。怖い？怖っ。怖っ。怖っ。オフ会が2時からで、新世界の方なんだけど、うん、今も11時半なのね、うん、でもすごい太陽がよく出てて晴れてて気持ちよさそうだから、うん、ちょっと食べ過ぎだからね、うん、前行けなかったオレンジストリートに行って、うん、1時間練り歩いて、うん、で30分で移動して行くみたいな、okay. あんましゆっくり見れないと思うんだけど、うん、ちょっとオレンジストリート散歩がてら行ってみます。はい、チャーマンあったかい。地下鉄だよね。地下鉄。こっちだよね、じゃあ。うん。よかったね、昨日地下鉄乗っといて。確かに。ここ行ってたよ。うん。快適。四つ橋で降りる。スタバ発見。いただきます。アイスコーヒー。グランデ。このいい匂いは王将だよ。あ、王将か、めっちゃいい匂いする、かわいい。こっからの、こっからの、あ、そうなの、ここ革ジャンのお店だよね。うん、知ってる知ってる、エガちゃんで見た。ただーん、あった。
はオレンジストリート、いいですね。おしゃれな洋服とかおしゃれな家具屋さんとか、ね、インテリア雑貨屋さんが多くてね、ファニチャー、ちょっと洋服よりかはそういうインテリアの方みたい、うん、東京で言うなら表参道的な原宿的な感じですか、うん、どうなのね、自由が丘的な、代官山的な、シュプリームすごい、前2人で来たら普通にさらっと入ったけど ね今日は並んでる、カーハートなんて店舗なかなかないよね、洋服買わないってところに誓ったのよ、前回買いすぎた、買いすぎたし、まだ洋服が全然新しいから、ほら家具屋さん、そうそうそう、最高、ね、ここは帽子屋さんだね、あのダンスやってる時にさよく大阪来てたんだけど、私ここで、うん、あの衣装用の帽子買ってた、すいません、ピザが目に入っちゃって、待って、じゃあここ普通に行きたい、ピザピザお皿とかも売ってる、あ、本当だ、わー、おしゃれっぽい、おしゃれっぽい、ここはとってもいいお店です、激安自動販売機見つけた、え、すごくない、あれ60円、ほら、これ60円だよ、飲みたわけじゃないんだけどさなんか10円マークが見えたからなんだろうと思って、おいなはれ、これすごくない、だってさ120円以上がないよ、こんな レモナ80円だって、60円気になる、今日はさ、あのチャリティーマーケットといいさ、家具を見るからねあら、みんな立派な一枚板のテーブルが、すごそう、いくらするんだろう、こっちにもあっちにも渡ってみる、あるね、渡ってみようか、広い、わあ、なんか前大きな古着屋さんとかこっちだったよね、この奥発見しました、入ってみます、なんかすごい、なんかスーパーたまでのさ、うん、超激安で有名じゃん、うん、すごいとんでもないものが置いてあるのかと思ったら、うん、普通にスーパーなんだ普通のスーパー、ただなんか見た目が賑やかだよね、商品もある。こちらのおにぎり60円です。安いね。今コンビニ高いもんね。オリジナル商品。今回の視聴者様プレゼント。マジで？うん。え、これめっちゃ良くない？本当？うん、私欲しい。みんな欲しいか。B さんとかもある。T シャツとかもある。非常用の食品袋。これ備蓄にさ、でも。これ背負っていくにはちょっと心もとないな。なんとここ思い出の古着屋さん、もう潰れて解体が始まっておりました。思い出の古着屋さんだったんだけど。ない。あ、これだ。古着屋ジャム。あ、1月21なんだ。でもね、違う店舗がいくつかあるんだよね。さっきね、ジャム見たんだよね。あったあった。で、ここ特大でね。大きくてね。そう、すごい好きだったんだけど。なかった。動物園前駅に着きました、綺麗になったよね、はい、あそこが水間宮の駅で、はい、こちらに右舷さんがいる、こっちの方に行きます、見えますか、その黄色に黄金色に輝くビリケン、ちょっと遠いけど
ドキドキ。来てるかな。今5分前。わかんない。誰もいないかも。あ、いた。つーさんと昼ごはんさんがいた。はるばるアルガンありがとうございます。噛んじゃった。ここにいればいいかな。控えめ。でも、あ、いた。いた。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。りーちゃん元気？元気。寒いから今日。あ、まなぶちゃんだ。こんにちは。コトくん。あ、こんにちは。久しぶりで。これで全員入るか。はい、じゃあ私がここでしゃがんで。あ、いけそう。いけそうか。いけそうか。うん、これでハイチーズ的な感じで。写真もできるよ、動画だけじゃなくて。そうなの？どうやってやるの？とりあえずじゃあ。はい、や。せーの。2個。今日はこちらです。こちらです。皆さん、ついてきてますか？あ、大丈夫かな？私は横綱ジョッキのウーロン茶です。すごい大きいですね。すごいすごい。コトくんです。すいません、皆様一列になれなくて本当にごめんなさい。はい、いただきましてありがとうございます。おもて、はい、楽しみましょう。乾杯。乾杯。串カツ来ました。アスパラはやっぱり大きいですね。これ焼きそば10人前です。焼きそば伸びてます。20センチぐらい伸びました。りーちゃんいっぱい食べてください。大きいだけじゃない。もんちゃん見てよ。もんちゃん、もんちゃん見てよ。すごく美味しい。向こうにあげたくないぐらい美味しい。ゆうちゃん、うん、スタイガン、どうしたの？あのね、うん、スタイガンマンを見てのコーナーからね。あ、これね、スタイガンマンと吸いかれてくるの。これでしょ、見た。なんとリーちゃんが自分のお小遣いでコト君に買ってくれたみたい。コト君くれるってシャボン玉。よかったね、コト君。呆然としております。私が大好きな飴を持ってきました。これコト君のはこれスースーするんで、はい、あの何らかのだったらスースーしない。1日だけでも、うん、じゃあ、ありがとうございます。はい、すいません。ゆいちゃん、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。じゃあコト君、コト君、はい、どうぞ。いや、コト君ね、もうちょっと食べやすい方があるから。すいません、来てくれていただいて。すいません、本当に。すいません、これ食べてみてください。はい、ありがとうございます。あ、それの大元の袋。これ、ね、これあと何枚残ってる？あ、ホテル置いてきちゃった。痛い。あ、剥がして使えるかも。いっぱいあったよ。ゆいちゃん、いっぱいあったよ。いっぱいある、いっぱいある。ユニバーサル昨日行ったんですけど、中身食べれきれなそうなんで、あの1人2つ取ってください。あ、ゆっくり選んでいいですよ。クッパ、クッパがいい。はい、コト君も2個どうぞ。缶が可愛い。缶ね、缶可愛い。この缶が欲しくて。だと思った。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、ルイージと。はい。あ、ありがとうございます。すごい、みんな。すごい。写真入れ会、写真入れ会です。もんちゃんに。ちょっと待って。何？パックって何？やばい、やばい、やばい。
やばい、全部八割なんだけど。ちょっと待って、パックが入ってる。やだ、ちょっと待って。すごい。え、すごくない？カメが、またカメかわいい。すごいかわいいんだけど。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます、いつも。ジャキーン。あー、なになに？え、待って、チャーさんじゃん。あ、チャーさん書いてある。お母さんが書いたの。お母さん、チャーさん書いたの？へー。ゆいちゃん。お父さんがゆいちゃんのことが好きみたいな。なんと面白いメッセージなんですか、これ。お父さん、お父さんがゆいちゃんのことが好きみたいです。私は違いますみたいな。すごいです。ねるもさんがたくさん作ってきてくれました。かわいい。はい、ありがとうございます。すごいよ、すごいよ、パンケーキ、ウリストーリーちゃん。奥行ってください。入ります。2軒目は個室です。なんとか入ることができました。飲み物を待っています。あ、怖い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 。はい、じゃあ皆様気を取り直して、はい、乾杯しましょう。すいません、ありがとうございます。乾杯。すごいいっぱい、ありがとうございます。あ、美味しいです。美味しいです。ぴょんぴょん。綺麗です。でしてね、動画だから。はい、笑ってください。はい、ニコ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 。高い？金魚すくいみたいな。色がいい。出させてください。赤色がいい。いや、すいません。嘘。すくってボールに入れて。入れて。こんな散らされることも初めてです。破れるまでいいですか？破れるまで取ってもらって。みんな見てんぞ。取れたらめっちゃ持って帰れるんで。いけ、あ、いっぱい、よし、入れて。結構取れるじゃん。いいのこれ。6個まで持って帰れるんですか？え、3つまで。あ、3つまで。あ、そうなんだ。あ、めっちゃ盛り上がるじゃん、これ。大人がね。ダメか。あ、いける？いける？いける？みーちゃんいける？わざわざわざ。あ、すごい！すごい！かっこいい。大人の知恵。え、これ続けいけるじゃん。やった、これで。お願いします。お一人様7発ございます。途中交代と弾の共有できませんので、ご注意ください。こちらお二人とお願いします。こっちから。へこみ、へこみ見てくださいよ。取った？すごい。またどうした？
今オフ会が終わって7時過ぎなんだけど、そのままねホテル帰るのももったいないということで、ユニバーサルスタジオジャパンに行っております。2時間ぐらいしか遊べないんだけど、まあ、ホテルに帰るよりはいいだろうと。あとウォークもあるからね、あの、お会い参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。またやりましょう。駅のロッカーに入れていきます。はい、利用開始でいい？うん、そうだね。できた。 OK。 ヘイマリオ。なんだ今の声は。夜のユニバです。全然真似できなかった。嬉しいです。すごいね、オフ会からのユニバーサル、年パスのいいところですね。そうだね、もう空いてるんじゃないの、ね、ワクワク。入りました。今回は初めてこれを見たいと思います。モンスターのやつ。今7時半なんだけど8時からだからちょうどいいですね。Please remain in your seats until the lights are turned on. Thank you very much for your cooperation. And now we proudly present to youHere at Universal Studios Japan, the Universal Monsters Live Rock and Roll Show.待てないんだけど、私たちが乗ってる想像してみ、うん、これ見て。ほら私たちが来るよ。ほら私たちかわいいね。1個ぐらいさ、チャーさんがあってもいいと思う。確かに真ん中にいるよ、チャーさん。チャーさん、もう閉まっちゃってるんだけど、これすっごい美味しそうだった。すごいね、これを買いたかったな。かわいい。かわいいもそうだけど、美味しそう。まず誘惑したいです。味的には一緒です。ちょっと違うんです。違う。あ、じゃあホットにしようかな。甘さのベースは一緒なんですけど、はい、冷たい方にはビタンさんが入る。あ、はいはいはい。温かい方炭酸入ってなくて、はい、シナモンとジンジャーで風味付けしてる。あ、なるほど。シナモンはちょっと苦手な。あ、でも前冷たいの飲んだからね。うん、ホットにしてみます。ホットにしてみます。はい、かしこまりました。かしこまりました。じゃあ、ありがとうございます。YouTube で登録してください。あ、こちらです。
ありがとうございます。YouTube で顔出し OK いただきました。あの屋根のとこ行ってみようよ。あったかいバタービールにしました。初めてだね、あったかいの。いいね、夜も。ねえ、オフ会で人間行ってさ、ゾンビ見てさ、バタービール飲むよ、私今から。すごくない？充実度。ちょっと前ね、冷たいのにしたから、うん、ホットにしました。シナモンジンジャー感じますか？ここにヒゲつけたいんだけど、うん、暑すぎてつけれん。グンっていけない。あ、写真撮る？写真撮りたい？でもヒゲつかないよ。あ、そっか。美味しいの？どっちが美味しいですかって言われたらホットの方が美味しい。え、嘘？めっちゃ美味しい。あのお姉さんは結構強めにシナモンとジンジャーって言ったけど、うんうん、そんな感じない。あ、そうなんだ。あのね、冷たいのね、結構甘いのよ。あ、その甘さがホットによって中和されるというか。ベースは何味なの？あ、めっちゃ感じたわ、後から来たわ。ベースはキャラメル。飲まして。うん、あ、でも私すごい好き。飲めるかな。好きよ。今は寒いから。あ、もんちゃんはむしろこっちの方が飲みやすいと思う、うん、ホットの方が。うん、確かにシナモンもジンジャーも感じるけど、うん、嫌な味じゃない、うん、確かに。だけどキャラメルみたいな。飲める飲める。あ、美味しい。あのオフ会でさ、 いつものごとく喋りすぎてさ、喉がちょっとね、わ、うん、かる、このさ、はい、そこにね、染みますよ、はい。うん、どう頑張っても暑くてヒゲがつかないから、ヒゲつけて写真撮りたい人は絶対アイスがおすすめ。もうね、どう頑張ってもつかないのよ、うん、美味しいけどね。あ、閉まってるよ、もんちゃん、はい、シェパードパイ屋さん。美味しい。綺麗です。で、やっぱこれを見ないで帰ることはできなかった、夜景の張り子。うん、綺麗だな。なんとジョーズが10分で乗れる。やったー、やったー、すごいじゃん、ジョーズ。やったー。夜来るといいことあるんだ。夜いいじゃん。だって昼間何分だったっけ。もうね、50分だったかだったよね。あっという間に乗れる。すごい。はい、じゃあ中は撮影禁止ということで、はい、またお会いしましょう。今ジョーズ乗り終わったんだけどさ、うん、なんかすごいサメがかわいそうだった。あの、確かに人食いザメなんだろうけど、もうバン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 銃で撃ってさ、最後にはもう電圧で丸焦げにしてさ、そんなにさ、もういいじゃんみたいな。そういうの考えるアトラクションではありません。頭傷だらけでさ、もう楽しかったです。でも楽しかった。もう閉まってるけど美味しそうだったね。見に来ました。うん、もう9時過ぎてるから、このまま門に向かおうか。はい。すごい、なんかポスターみたい。こんなにさ、夜ってすくのね。まだ9時20分ぐらいなんだけどさ、すごくない？ね、こっちのアトラクションも何にもやってないから。あ、やっぱみんな出口に集中してるのか。用がないよね。夜おすすめだ ね。2時間半でもさ、ゾンビ見て、バタービール飲んで、ジョーズ乗って、うん、こんなこうおしゃれなとこで写真いっぱい撮って、ね、ゆったり歩いてさ、まだ30分以上あるんだよ、ね。まあ、もう私たちは出口向かっちゃうけど、いやいいね、ユニバーサルやっぱいいわ。これ、あの昼入れなかった煉獄さんのレストランなんだけど、うん、ほら、ここでこうやってアニメのやつ。すごいね。あ、BGM。
そういうのもそうかもね。そう、主題歌が流れてます。ですね。今回は行けなかったけど、またね、マリオ来るから。ドンキーコングが入るときまた来るからね。あ、よし、かわいいね。じゃあね。400円。はい、400円。イエーイ。あらゆる手を尽くしたんだけど飲食店に入れなくて、私たちのせっかく大阪来たのに冷凍食品です。かわいそう、かわいそう。仕方ない、ユニバーサルに来たから。夜景が綺麗ですね。はい、どこですか、電気は。はい。あー、ただいま。ご飯に恵まれなかったけど、楽しみましょう。もう、骨の髄まで楽しんだ。疲れた。こんなご丁寧にシールをたくさん貼っていただいて。じゃあ、あ、美味しそうじゃん。美味しそう、美味しそう。そちらがカレーで、こちらが、よいしょ。ミートソース。あ、美味しそうじゃん。いいじゃん、いいじゃん。なんかファミマがね、フォークを廃止してて、箸しかもらえないみたいだから、箸で失礼いたします。もうね、ユニバーサルウォークもね、ラストオーダー10時半とか11時とか書いてあっても、10時前にもう閉まってたんだよね。なんで？本当。わかんない。私たちの大好きな風神雷神も閉まってるし、韓国料理食べようと思ったんだよね。そうで、もうメニューまで決めてさあ入ろうと思ったらお店の奥にクローズって書いてあってで、この弁天町の駅はね、駅直結だから、このホテルが本当に何もやってないの。本当に何もないよね。はい、いただきます。うん、なんかちっちゃな居酒屋みたいのだったらやってたけどね、うん、だけど今日オフ会で居酒屋みたいなとこ行ったしさ、私たちお酒飲まないからさ、うん、やっぱお酒を飲んでる方のテンションって高いじゃん、うん、テンションの違いを感じるんだよね、居酒屋って。分かる、静かに食べたい気持ちだった。そうそうそう。まあまあ、ご飯が食べれるだけありがたいですよ、うん、だって寝たらまたあの激うま朝ビュッフェがあるから明日のお昼は何を食べに行こうかしら。全然お店入ってないもんね。もはや明日の観光は何も決まってない。私はこれミートソース食べたい。はい、粉チーズかけたくなるね。私タバスコかけたくなっちゃう。うん、まっか。うん、あ、まだ上顎痛い。美味しい、これ。うん、美味しい、美味しい、美味しいね。あ、あれやっぱ食べちゃおうかな。実はね、オフ会に来てくださったリュウリュウさんという方のお土産ボックスの中にですね、なんとこちらが入ってたんです。これをね、もう電車で見ちゃって頭から離れないのよ、このちいかわ鬼辛カレースープ。カレーにカレーだね。でも辛いのなんか食べたいの今、うん、ちょっとお湯まだある？あるよ。開けちゃうね、うん、しかもシールついてるから。そう、お土産紹介も取る前に私食べちゃうっていうやっぱ丸宮とさ、ちいかわがなんかタッグ組んでるんだね。コラボが多い気がする。あ、シール、火薬のような。へえ、ね、そんな辛いのかな。ね、あの作中ではね、ちいかわが辛すぎて食べきれないのね。さっと自分の食べ終わったカレーのサラダを取り替えて、うん、うさぎと一緒に食べてあげるの、うん、いいわなんだよでも肝心の B ちゃんは、あの娘さんね、リュウリュウさんのちいかわ知らないって言ってた、うん、あ、そうなんだ何のシールかな。最近ね、8割だけじゃなくて全員好きになってきたの、なんか、うん、なんかもう誰でも嬉しいわ。はい、はあ、すごいじゃん。キラキラしてる。あ、でもオールキラだと思うけど質がいい。これあのね、増毛しちゃうの、8割が寒くて、うん、で毛がいっぱい生えちゃったって出てくるんだけど、超面白いんだよ。かわいい。ありがとうございます。美味しくいただきます。美味しい。うん、あ、美味しそうだね、これ。よく買ったね、これ。あ、美味しい。あ、美味
しい。もうさ、目の前のファミマがなかったらさ、何人もの人が食糧難になるよね、ここ。うん。これめっちゃ美味しい。うまいうまい。カレー美味しい。カレーを食べて、カレースープを飲む。あ、匂いはね、あれ。カップヌードルのカレー。へぇ。はい。え、もんちゃん食べれないかも。そんななんだ。うん。ちいかわなのに。え、これさ、子供どうするの？あ、これをちいかわたちはカレー出されたら、うん、かわいそうだわ。これはかわいそう。でも私の今の口と胃にはぴったし。うん、辛ラーメンより辛いかも。なんか子供が、これちいかわのシールついてるよお母さん、作中に鬼辛カレー出てくるんだよお母さんって言って、うん、じゃ買ってみようかって言って、うわーってなると思う。お母さんみたいな。お母さんもびっくり。うん、ほんと口じゃわかんない。ほんと？うわ、辛いよ。あれ、後から来るのかな。嘘。もっとこう、スーッと。うん、辛い。辛いけど、辛ラーメンぐらいよ。あ、本当に、うん、じゃあ私の今日の味覚がちょっと辛さに弱いのね。うん。だからあれだよね、やっぱちいかわってさ、結構大人のためのアニメってところあるよね。そうだね。うん。美味しいじゃん。だってアンパンマンとドラえもんでその味作んないじゃん、絶対。うん。いい食事になりました。はい、助かりました。助かりました。ファミマ様様、お待ちかねのお土産紹介タイム、イエーイ。本当にあの重ね重ねお迎えに来てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございます。こんなね、手にいっぱいねお土産を持って来てくださいまして、うん、あの東京から来ていただいた方も本当にありがとうございました。ありがとうございます。それではいただいたものを紹介したいと思います。はい、であの前にね、あの誰々さんからいただきましたっていうのはやめますって言ったんですけど、うん、今回のお土産は、うん、持ち物に特徴があるのでお名前を発表させていただきます。はい、ご了承ください。はい、でそれではね、あのまなぶちゃん一家、うん、まあ、前回もねあの来ていただいて、うん、あ、かわいいかわいいことになりましてね、うん、そんな素敵な3人家族様が持ってきてくださいましたのはこちら、ダン！ででん、リンゴ酢。うん、でも私のね昔の動画を見あさる、うん、あの過去のね2年ぐらい前の動画を見あさることに今ハマってるらしくて、うん、なんか2年ぐらい前のアイハーブの動画で私がリンゴ酢を飲んでると言ってたらしい、うん、私も言った気はするんだけど、うん、でリンゴ酢あの好きでしょってことで、うん、なんかこうオーガニックのなんかちゃんといいやつ、もちろん KC が入ってないこれ全部有機リンゴの、うん、あのリンゴ酢いただきました。はい、でこれお酢でドーンじゃん、うん、次に来るのがこちらのドーンでしょ。あ、こっちか。こっち、さらこっちはね玄米黒酢って言ってね、うん、なんかこう説明をねあの聞いたんだけども、うん、まあお酢なんだよね、黒酢なんだよね、そう、ドレッシングにしてもいいしみたいな感じで、うんうん、もう私お酢すっごい好きだから、うん、でミツカンのお酢以外ね使ったことないからいいきっかけだなと思って。黒酢も好きだよね。あ、好き好き。黒酢ね、黒酢チャーハンっていう私の、ね、名物チャーハンがあるのよ、うん、もんちゃん大好きなんだけど。大好き。そうだからこれちょっとねチャーハンにしてみようかな、うん、何にでも使えますね。でお酢きた、お酢お酢ときた、うん、じゃ次が何が来るか。砂糖が来ますね。こちらの純黒糖、甘みの、しかもこれは参加者皆様に配っていました。この大きさ、この大きさでだよ、すごいでしょ、うん、そう、これもねなんかやっぱちゃんと気を使ってくださって、砂糖きびのみ、まなぶちゃん自身もね気にしている方だから、うん、あのこの健康3点セット、うん、こちらをいただきました。この刺繍分かる方いますかね。なんとこちらは私たちがよく飾っている、うん、あのユーズミニマルライフの刺繍を作ってくださったメルモさんからいただいた、ね、またまた手作りの、うん、巾着というかポーチなんですけども、うん、これも
参加者皆様に手作り作ってきていただいて、あの選んでいいよと好きなの、うん、でマモンちゃんがこのオーガニックな色でなんていうの、猫ちゃん、そう猫ちゃん入ってるの、これだけなの、あの二面が可愛いよね、可愛い、これはねきっとモンちゃんが選んでくれるだろうって思って作ってくれたんだって、すごいよね、まんまと選びました、すごいんだよ、これ開けようか、うん、待って、じゃあ私のこの、 あのデニム紹介させて、うん、でもデニムから開ける、私はこうなんかね、あの私の YouTube の目が入るかのような願いを込められたような刺繍がありまして、よいしょ、よいしょっと、はい、しっかりしてる、なんか水玉なんだけど、すごいよね、もんちゃんの開けよう、もんちゃんの開けよう、うん、お家にある生地で作ったのって、え、生地も手作りなの、え、じゃあそうだよ、巾着も作ってくれたんだよ、え、一枚の布からできたってこと、そう、やばくない、天才、もんちゃんのストライプだよ、そう、みんな違ったんだよこれ、裏地も、うわ、なんか私結構直感で、はいこれって選んじゃった、で私のがさ、うん、ほら丸い巾着でしょ、ゆいさんの四角いんだよ、え、すごいじゃん、すごいよね、本当に、あ、本当だね、これはなんかジブリに出てきそうな、そう、マジで細かいんだから、本当に、やってる時間が楽しいんだって言ってたよ、本当に、肌触りもすごい、あとゆいさんはね、青色選んでくれると思ったって言ってた、本当の直感でこれだった、うん、絶対、うん、これは YouTube のメガデルポーチっていう名前つけてアミルモさん本当にありがとうございました、あの初参加でしたが、うん、あのこれからもね参加してくださったら嬉しいです、ね、ありがとうございま す, いますこちらはおなじみのリュウリュウさんからいただいた、うん、リュウリュウさんとリーちゃんね、うん、からいただいたもので、あの荷物もねうちに送ってくださって、そもそも1回目の大阪会にいっぱいいただいて、その後すぐうちに荷物が届いて、さらにはこんなね、で今回ね、あの渡された時にも説明を受けてるんだけど、なんとそっちにまで、そっち見てる、そっちにくれたのよそうだから、これとこれね、これとこれはそっちに渡します、はい、で、あのそっちへの手紙もあるみたいだらしい、今見てみてね、これそっちセットね、はいはい、で私たちのシルコサンドはこのベーシックのやつと、なんと桜、今回桜、どんだけシルコサンドにさ期間限定というか味があるのかで、シルコサンドってちいかわに出て売り上げがガッと上がったらしいの、本当なんだ、私もちいかわを最近見始めてその事実を知ったのね、うん、だからあのリュウリュウさん、私がねちいかわハマる前からシルコサンドくれてると教えてくれて、もう一個ありました、シルコサンド、あ、スティックのやつ、うん、スティックのやつ、ありがとうございます、でそっちんと同じ、今度名古屋の何味、ね、手羽先甘辛醤油、これはもう帰りの多分新幹線食べちゃいそう、食べちゃいそうだね、でさっき食べちゃったカレースープもう一個、2つくれてたんだ、そうそうそう、でねジャムが入ってるんだけど、うん、白桃&グアバって書いてある、青旗の沖縄系、うーん、どうだろう、広島って書いてあるけど、まあ、ミックスジャムだね、美味しいのかな、きっとリュウリュウさん好きなんだよ、珍しいね、でもグアバって見たことないかも、確かにないよ、ちょっとこれを食べてみたい、でこれもね美味しそうなんだよね、これチャッチャみたいな、韓国だね、リュウリュウさん韓国好きだからさ、うん、韓国の話も、ね、いっぱいしたのよ、うん、そんなに思ってる治安悪くないよって言ってすごい治安を気にしててさ、でお手紙が3つ、はい、あ、これ、あ、これもんちゃん、はい、あ、これが私で、じゃあそっちの読まないからね、うん、そっちはあのこれと一緒に渡すからね、すごい、はい、じゃあ行きます、はい、ドキドキ、私も読んじゃおうかな、おー、あー、なんかねりーちゃんの手紙って感動するんだよな、かわいい、かわいい、これ見せても大丈夫だよね、うん、ちょっとこれ見て、え、見せちゃうの、うん、見て、このずっと応援していますっていうこのね、で今回ねりーちゃん顔出ししたいってことでね、うん、YouTuber デビューということで、うん、私と一緒にね顔出したと思うんだけど、うん、なんか似てんな、ゆいさん似てるんだよね、しかもこれ多分ねロングの私なの、今の私なのよ、ちゃんと私も可愛く書いていただいて、手紙のさ、可愛い2人ですごいの、大人びてるね、もうお姉さんのようなんだけど、うん、実はまだ小学校5年生っていう ね、そっちんと同い年なんだよ、ね、そうだからちょっと ね、あの錯覚しちゃうっていうかね、うん、あの中学校2年生ぐらいの気持ちで接しちゃう、たまに、うん、あ、違う違う小学生だったんだっていうふうにねあの、あ、今の話難しかったかなとかさ、うん、思うんだけど、うん、かわいいね、嬉しい ね、本当にありがとう、ありがとうございます、
末永くよろしくお願いします。お願いします。成長を見たいです。夏節の D ちゃんの成長が見たいです、はい。ありがとうございます。これから紹介するのは、東京から来ていただいた3名の方のお土産です。うん、まずはツンさんから、はい、大常連でね、はい、あの旦那様とね、一緒に来てらっしゃったんだけど、うん、参加はツンさんだけで、うん、これはね参加者皆様にも配ってた、うん、東京バナナのドラえもんバージョン、うん、多分これね私が生配信でそうそうそう、ね、あの東京といえばっていうメーカーを挙げてった時に、うん、なんか東京バナナのピカチュウとかドラえもんってあるよねなんて多分たわいもない話したのよ、うん、そういうところをね敏感にキャッチするのがツンさんだから言ってたもんだってで生配信で話してたからってあ言ってた本当に、うん、で私その時になんか大阪会来る方で、うん、なんか東京のこれ食べたいっていうのあれば私買ってきますから、うん、言ってくださいって DM でも何でも、うん、あのねバターサンドとか有名じゃん東京って、うんうん、とかあとひよことか、うん、ありますかって言って生配信で言ったのよ、うん、実際来なかったのね、うん、まあ来ないよねまあ来ないんだけどでもツンさんがそのね軽いところに手が届くじゃないけど、うん、あじゃあ私が買っていきますよみたいな感じでね、うんうん、買ってきてくれたんだね買ってきてくれたそれと私の大好きな私たちの大好きなサナミディズニーランドそうこれ美味しいのよ、ね、嬉しいこれも参加者全員の方すごいことだよこれすごい高いよだよこれをさディズニーランドで行ってさ、うん、大阪会の人は11名かよしって言ってカゴに入れない、ね、そのことを想像したらさ、うん、私たちにはできないかもしれない私たちも飴あげるので精一杯だ本当に頭が下がる思いでこちらが、うん、昼ごはんさんが買ってきていただいた、うんコーヒーなんだけど、うん、昼ごはんさんは大阪に来る前に必ず京都に寄るみたいなルーティンがあるのか前もね京都行ってたの、うん、で今回も京都行ったみたいで、うん、なんか東京駅で買う時間がなかったって言ってたの、うんうん、みたいな、うん、だからこれは京都のコーヒーなのそう、うん、嬉しいね猪田コーヒー、うん、京都市中京区、うんうん私たちねキャンプですごいドリップ飲むからありがたいありがとうございますここ入り、ね、ありがとうございますで最後はねカメちゃんさんからいただいたお土産で、うん、まずこれがまた参加者全員の方にもうねあのクリスマスのプレゼント交換会かってぐらい、うん、みんながプレゼントをぐる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 回してこれ行きましたかこれ行きましたかみたいな、うん、みんな取ったんだそう取ってない人いないみたいな感じなんだけど、うん、これをいただいてね、うん、メープルカステラと東京チョコラートファクトリーって書いてあるね、うん、やっぱ東京土産を意識してくれたんだねそう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 でこれねで私たちに買ってきてくださったプレゼントがこちらですにゃーなんと私の大好きなさハチワレちゃんがさでさ、まあ、裏にいつものごとくカメちゃんがこれやってみたくないやってみたくないこの顔になっちゃうのしかもさあそうだよねきっとねあ見てよほらへーで今日さ朝さ C さんのさパックやったじゃんあやったあの時にね、うん、やっぱなんか動画映えするじゃないけど、うん、ただの真っ白いパックするよりあれの方が面白いじゃん、うん、だからこれからなりきりのマスクがあったら買ってこうってもんちゃん言ってたそうだ言ってたすごくないでちいかわないかなって言ったんだよえそれそこまで言ったんだよやばでこれもらった時にあまりにも怖すぎて自分はもうへみたいななんかそれをさカメちゃんさんに言ったってさへって感じじゃんだ言わなかったんだけどすごいねすごいテレパシーすぎてしかもさ495円って書いてある嘘これさ売ってても私買えないかもこうやってちいかわランドに置いてあってさ495円ってシール貼ってあったらじゃあちょっと買えないすいません本当にこんな高いのいただいちゃってありがとうございます本当にでね私これがね嬉しかったのよこのねシステマのハチワレちゃん何システマって歯磨き粉え歯磨き粉のちいかわなのあ本当だなんだこれこれさだって絶対そのあれでしょあのなんだなんかキャンペーンでもらえるみたいな数量限定前後って書いてあるじゃんあ本当だこういうキャンペーンだ私さちいかわにハマったのが遅くて社会と比べたらだからこういうのに全部逃してるのこれもらうためになんか飲んだりなんかシステマ買ったのかなシステマ使ったりとかそういうのしてくれたんじゃな い飲まないか歯磨き粉まで このハチワレの上にさクリームついてんのに笑ってるっていうこのギャップよ
これはね、なんだろう、これもそうなのかな、これも景品だ、へー、なんかこれもらうために買ったんじゃないってやっぱ思っちゃうよね、うん、だってもともとちいかわ好きではなかったでしょきっと、そうだからさっきのさスープとそうだけどさ、ね、その私がちいかわが今好きもう大好きなのって言い始めてそんな経ってないじゃん、実際2ヶ月も経ってない、ここ1ヶ月でハマってる話で、そこをさ汲み取ってここに来るっていうのがさ、ね、すごいよね。お次はこちら2024のカレンダーでやったじゃん、コカ・コーラとちいかわのコラボ、こうやってコラボしてたんだね。てかどうやって集めたのこんなに。しかもね不可解なのが2023って書いてあるの、私2023でちいかわ好きだって言ってないはずなの、だからちょっと待って、ちいかわ好きなんじゃない、絶対そうだよ、だってさ私どうなってんの、不可解だよねやっぱねだってさ2024年になってからカレンダー売るわけない、売るっていうか配るわけないんだから、なんかネットとかで買い集めてくれたんじゃないの、メルカリ、あーすごい可愛いじゃん、すごい可愛い、へー、こんなコラボしてたのね、しかもさ無料でもらえるとは思えないぐらい質が高いね、まあ、実際無料じゃないんだけどさ、だってこんなのさ人気ですぐなくなっちゃうはずじゃん、本当だよね、でもカメちゃんさんがさこれをもらうためにコカ・コーラを何本も買ったのかもしれないすごい、あ私のね誕生日今年は土曜日です、えもんちゃんの誕生日何曜日かな、大事じゃない、休みだといいな、もんちゃんの誕生日はあー月曜日、月曜か休もうか、休む、これは何だろう、何を入れるものなんだろう、何、お気に入りのカードや写真を可愛く収納できる、ねえゆいさんそれ欲しいって言ってたじゃん、こわちょっとやばく、こわで今ねこれ開けるときに見えるそのね収納できるポーチってバインダーって読んだときに私は瞬時にあのその最近ほら小部屋でさ、うん、シール買い集めてるじゃん、うん、であのシールってみんな共通らしくて、うん、それを入れられるオタクグッズみたいな、オタクのためのファイルが100均に売ってるっていう情報を最近見たの、うん、であそれ買ったら小部屋でね整理しやすいかなって思ったの、うん、でそれを川崎帰ったら行こうっていうのをもんちゃんに今日言ったの、昨日か昨日か今日か、ね、昨日の夜だね、うん、だからセリアかキャンドゥに行きたいんだよねっていうのたまえもない会話してたの、うん、で今これが来て私ね、うん、もんちゃんがそこまでその会話覚えてないと思って、うん、言わなかったの、いや覚えてるわ、まさか覚えてたとはさちょっと怖いんだけど、ちょっとカメちゃんは少しエスパーの多分ここにも入るよね、うーわだってさそんなの知ってた、こんな可愛いのが存在するってしてたらゆいさんだって別に100均とは言わないじゃん、言わない言わない、こんなえちょっと待ってあれ、こんな可愛いの、ちょっと待ってキャワ、これこれこれほらさっきさゆうりゅうさんからもらったカレースープ、えもうこれ真ん中にぴったりしてじゃんダメか、ね、なんかあでもこれこれ可愛いからまあいいけど隠しちゃった、あ可愛いか、じゃあここに入れよう、ゆみさんが小学生にしか私さゆいずミニマルライフっていう名前のチャンネルを持ってるんですけど、すいませんそぐわなかったらでも私のは今心の癒しなのちいかわが、許してください、そっか、もうこれもさ値段が書いてあるんだけどさ、こんな顔してられないぐらい高い、もうエスパーというより、うん、めちゃくちゃゆいさんのこと考えてくれてるんだよ、ね、愛情深い、これ見たことないもんな、私も見たことない、結構行ってるけど、ね、なんかこれめちゃくちゃいいねなんかじわるんだけどすっごいなんか嬉しいね、本当すごいね、本当にすごいびっくりしました、そこでの手紙です、見せよ、ちょっと待った、やばい、ちょっと涙腺弱まるから、ちょっと私ちょっとちゃんと気張るね、うん、頑張る君を、あで違うの、後ろがやばいの、え何これ、何これね、ちいかわに、ちいかわが草
草むしり検定何回も落ちちゃうの。そこで8割が何回でもずっと応援するからねって、ローのラーメン食べながら言うシーンなのこれ。私そのシーンがすごい好きで、なんかこの段階わかる？頑張る君を応援してるよ。なんか私なんか直筆すごい直筆の手紙が入ってるのかと思ったらさ、まさか8割ちょっと見てよこのギミック、見てこのギミック応援してるやん、フレフレユイさんみたいなっていうの、そういうの、そうユイさんみたいな8割がさ、すごくない？これのね、この中身だって知っててきっとこれを買ってくれたんだね。ぶっ刺さる本当に。だから夜ねお土産開封したくないもん。あーこれは嬉しいな。なんか私が好きなシーンなのね、そこが何回でも、すごいね、そうなんかずっと応援してるからねって言われる、言ってくださることも多いのね、うん、私たち、うん、ありがたいことにね、うん、でも そこと、もうこのシーンが私リンクしてたのよ。そもそも、ちいかわを見てるときに。人が人を応援するってとっても清らかな心じゃない。何回でも。だってさ、自分のことじゃないのに、その人のことを親身になって応援するって、それが人の良さじゃん。人が一人で生きていけないっていうかさ、ねえ、もう本当にその目の前にいる人の幸せを心から応援するっていうのはさ、うん、人間にしかできない、まあ、家族とかだったら動物にもできると思うけど、それがね、もう今回の不快なんか言ったらさ、血はつながってないわけじゃん、でもこうやってさ、もうみんな言ってくれるの、こうやって応援してるよって、もう今日の参加者がみんなこんな感じなの。ゆいさん応援してるよって、このみんなこの顔でこのギミックで私に言ってくれるの。そうだからなんか私たちはここまで人のことを応援したことがないじゃん、正直、できてるかなって今思っちゃったよね、本当に、本当にそれこそさっきの話じゃないけど家族ではなく、本当にそれこそ YouTube とかで出会った赤の他人の方を、親身になって、自分のような気持ちでその人を応援するってことを私ができてないから、だからなんでできるんだろうってもはやクエスチョンだったりするのね。こんなさ、なんか女性2人で30半ばで大阪来てさ、よしその会に参加しようって言って来てくれてさ、応援してるからねって、マダムちゃんなんか最後さ、あの私のヒーローだからって言ったの、私のことあなたは僕のヒーローですみたいなことなんか言って、すっごいドストレートなポーンっていうメッセージが来てさ、そんなこと面と向かって言える人に言えないっていうかね、いいよね、すごいよね。そう、まあ、そう、もちろんね、まなむちゃんの優しさもあると思うんだけど、なんかあの自分ができてないからこそ、それをできる皆様をすごい尊敬してるもん、だからやっぱその、まあ、推しじゃない、今だったらさ推しがいる生活とかさ、そんな言葉もあるけども、なんかそういうの感慨深いよね。よかった、ちいかわにハマってよかったし、 YouTube やってよかったし、オフ会やってよかったし、まあもうすごい楽しいよねやっぱね、本当にあのこの度は本当に重ね重ねありがとうございました。はい、またなんかすっごい長い動画になりそうだから、やばいね、急に締めたいと思います。ありがとうございました。